ユーナたちが天使への対抗を決めてから数日後、生徒会室に新たな依頼という形で天使の出現情報が寄せられた。ココネからの情報によれば、第13地区での拉致事件は減ったみたいだね。その代わりに第8地区のスラムで行方不明が頻発しているっていう情報みたい。なんかテロリストが子供を兵士にして戦わせようとしている感じね。相手はテロリストではないと思いますが、何か意図があるようにも思えないですね。第8地区に派兵をしましょう。調査に加えて攻撃してきた場合は応戦を。ユーナは自身が指揮できるわずかな兵を第8地区へと送った。しかし何も成果が得られなかった。しかも今度は再び第13地区でココネたちが天使と見られる集団に襲われたという情報が舞い込んできた。そんな後手に回り続けてしまう状況にユーナたちはどうしようもなかった。難しいね、いろいろと。あのさ、私のことをすっかり忘れていない？ユリカ生徒会長。マはずっと生徒会長の席から聞いていたんだけど、あなたたちはちゃんと登録しているのかしら？そういうことね。私たちは基本中の基本を忘れていたわけよ。分かっているのならさっさと行動するべきよ。後手に回っていてもできるだけ早めに対処できるようにしなさい。そうですね。エーナちゃんは第8地区とその周辺を、リコちゃんはココネさんと共に第13地区とその周辺を対処できる範囲だけで構いませんので、引き続き天使関連の調査と対応をお願いします。わかったわ。ええ、了解よ。ユリカ生徒会長の起点で状況を見直すことができたユナたち。ココネたちとの連携を強化するためにユナたちは改めて行動を取ることにしたのであった。そしてこの初任務でユナイタルは自分たちの運命を変えることになる。